八タト郎は、日本の政治家、石川県下北軍津た町長、石川県議会議員、石川県議会議長、自由民主党、石川県連幹事長を歴任した。父は、石川県議会議員、県議会議長、自民党、石川県連幹事長を歴任した八田富郎、八タ富ミ石川県下北軍津た町生まれ、石川県立金沢緊急高等学校、 早稲田大学社会科学部卒業。大学卒業後は、北陸放送に入社し、記者を務める。1983年、父、八田富夫の死去を受け、石川県議会議員選挙に、下北軍選挙区から出馬し、初当選した。県議時代は長らく自由民主党に所属し、自由民主党、石川県連の幹事長も務める。1996年、 石川県議を任期途中で辞職し、自民党を離党。同年の第41回衆議院議員総選挙に、新進党の衆議院議員であった奥田慶和の要請を受け、石川県第3区から無所属で出馬したが、自民党前職の河原領区に2022票差で敗れ、落選した。その後自民党に復党し、1998年に、再び、 石川県議会議員に当選。2002年10月から2003年4月まで石川県議会議長を務めた。2007年、石川県議会議員を辞職し、第21回参議院議員通常選挙に自民党公認で石川県選挙区から出馬したが、かつて奥田慶和の側近であった民主党の市川康夫に4181票の僅差で敗れ、 奥田系の権威で組織される新進石川の石川県政における影響力を見せつけられた。2010年、津波田町長選挙に無所属で出馬し初当選。2014年、再選。2018年、無投票により参戦。自身の辞職に伴う補欠選挙で当選津波田町選挙管理委員会。ありがとうございます。